県の中西部に位置する九重町は大自然に囲まれた山間地域で、東南部は九州の屋根とも言われる九十連山に囲まれています。また九重夢大吊橋は高さ173メートル、全長390メートルの歩道専用としては日本一の高さを誇ります。九重町の先鉄は町の産業発展の基礎を築いた実業家麻生勘八です。勘八は江戸時代の末期、1865年に日田の豪商であった草野家の五男として生まれました。しかし彼が12歳の時に父が事業に失敗し倒産、15歳の時九重町で酒造業を営む麻生家、現在の八鹿酒造の養子となりました。ただ麻生家も水路工事に手をつけたことで財産を失い、事業がうまくいっていませんでした。勘八はその状況を盛り返すために力を尽くし、麻生家の酒造業を復活させます。この時に生まれた酒が八鹿です。その名前は勘八の八と当時の仲間鹿太郎の鹿に由来します。また勘八の功績の一つに右大路を完成させたことがあります。祖父の代から受け継ぎ、土地はあっても水を得ることが難しかった町に水を引くために忙しく走り回りました。完成したのは祖父が事業を始めてから50年の時を経た明治40年のことです。この色は今も右田地区の田畑を潤しています。他にも九大線の誘致や九州水力電気による植林事業など一帯の産業発展に貢献しました。